証拠品として押収された SCP-1016。アイテム番号 SCP-1016。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル対象は、ダイヤル上、会場番号、月の頑丈な箱に保管され、さらに転キー式の標準的な防火金庫の中へ箱ごと保管されます。どちらのロックにも予備の鍵穴は存在しません。この状態にある限り、SCP-1016 は一切の脅威をもたらしません。SCP-1016 の研究目的による収容区域外への持ち出しには、レベル4職員最低1名の承認が必要です。SCP-1016 の性質のために、実験はサイトの独立した建造物で、内部に D クラス職員のみが存在することを確認してから行います。説明 SCP-1016 の外見は、平凡な形状の標準的なドアキーです。類似した形状のキー2つ以上と同時に1つのキーチェーンに繋いだ場合、SCP-1016 は数週間をかけ、その外見を他のキーと同一のものへ徐々に変えて行きます。形状と関係なく、SCP-1016 はキーフォブ表面へ常に付着している血痕によって判別が可能です。血痕は27人の異なる人間の DNA を含んでいます。そして、それらはすべて、記録に残っているあらゆる個人と適合しません。さらに2週間以上放置すると、SCP-1016 の表面にこれと類似した血痕が浮かび上がります。財団は妻と二人の子供を殺害した容疑で逮捕された、の再調査中に SCP-1016 を発見しました。その異常性とアリバイの完全さがエージェントの興味を引き、調査に踏み切りました。まずはじめに容疑者は脅威と推測され、サイト、SCP-1016 を含む彼の所持品と共に移送されました。SCP-1016 の異常な性質が発見されると、容疑者はクラス A 記憶処置を施され、異なる連邦政府機関に移送されました。ロックされていない蒸気口に挿入した時、SCP-1016 は何も異常な現象を引き起こしません。SCP-1016 がドアまたはその他の障害物が持つロックされた蒸気口に挿入され、その向こうに1体以上の哺乳類の生物が存在する場合、SCP-1016 はロックを開け、第2の異常な効果を発揮します。SCP-1016 が条件を満たすロックに挿入されると、その建造物内の全ての照明が顕著に暗くなります。この時、各種機器に送電網の変化は検出されません。現行現象は電気的光源と燃焼光源の両方で観察され、SCP-1016 がロックから抜き取られる、あるいはドアがドア枠を過ぎて開かれるまで続きます。この現象の後、さらなる現象が建築物内に現れます。独立電源のビデオ監視機器による内部の監視実験では、電力が供給されていても、監視機器が何者かの手動による干渉で機能不全に陥る、バッテリーが取り外される、レンズが塞がれる、または電源オフにされる、ことが明らかになっています。被験者が建造物に入って SCP-1016 を使用し、会場動作が行われた際、内部にいた人間ないし高等動物は全て死亡した状態で発見されます。SCP-1016 による犠牲者の死因は、大きなナイフ状の物体による広範囲の貫通性外傷です。犠牲者は四肢を全体にわたって傷つけられた痕跡があり、大抵の場合不完全に解剖されたような状態となります。どの例においても、最低1名の犠牲者からの血と器官が特定のパターンで周囲に配置されます。しかし、一貫して定まった手順は見受けられませんでした。建築物の内部では争った痕跡が発見されます。家具はひっくり返され、犠牲者の切りつけられていない皮膚にはあざが見られ、データ削除。マム会の部屋でさえこの争いが起こす音が聞こえることはありません。ビデオ監視機器が何者かの干渉を受け、犠牲者への攻撃が行われたのがほんの数秒間であると見られる状況でさえ、現場には何時間も続いたような争いの痕跡が残されます。SCP-1016 の最初の使用者は何一つ見えも聞こえもしなかったと報告しました。しかし、一部の被験者は建造物の入り口において、窓やドアを開けたくなる不可解な衝動を覚え、音源のわからない呼吸音を聞いたと報告しています。